美里流トーナメント。こんにちは、こんばんは、おはようございます。アムです。ということで、今回、神里彩香の結論最強構成を徹底解説していきたいと思います。今回は、美課金か、重課金向けですが、無課金の方でも、いつか武器をゲットした際にやってみてください。結論から話すと、攻撃力 38% 構成を使用し、武器は、今ピックアップ中のキリギリを使ったビルドになっています。このビルドは、凸を重ねれば重ねるほど、強いビルドになっていますので、ぜひ参考にしてみてください。他の方じゃ、教えてもらえない、細かい生物のステータスなども解説しますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。早速目次ですが、1ビルドコンセプト、2武器の紹介、3キリギリ彩香の基本的な立ち回り、4最低でも漏れる会心と会心率、5生物の紹介、6総合ステータス、7チーム構成と立ち回りの紹介、8実践ということで始めていきたいと思います。もし詳しい彩香の性能を知りたい方は、ぜひ概要欄の方を確認してみてください。まずビルドコンセプトについてですが、今回は剣闘士とシメナーで攻撃力を上げて、キリギリで氷元素ダメージを上げるという考え方になっています。シンプルですが、かなり強い構成になっています。攻撃力 38% 構成にすることで、強風4セットの問題であった攻撃力の低さを補うことができます。また強風4セットの効果はかなり限定的になることがあり、4セット目の1つ目の効果でもある氷元素付与はいいですが、氷結といった面だと対ボス戦で死にスキルになりがちではありました。強風4セット構成にすると会心ダメージばかり着目して、会心率がおろそかになる傾向がありました。よく強風4セットの彩香のステータスで見るのが、会心率が 20% から 30% で、会心ダメージが 280% から 300% というステータスをよく見ます。氷結ありきの考え方なので、氷結できない場合、会心率が著しく低下し、戦闘に苦労する方もいるのではないでしょうか。今回の構成にすると、あらゆる面で対応することができます。またキリギリの効果で自身の元素が大幅に上昇するため、強風2セット目の効果を削りました。彩香自身で氷元素を 18% 上昇することもできるので、強風2セット目の効果も選択しなかった理由の一つになっています。一番火力が出る構成になっていますので、これから説明する内容から自身の生物と照らし合わせてビルドを作ってみてください。続いて武器の紹介ですが、現在ピックアップ中のキリギリを使用しています。キリギリのポイントとしては大きく3つあります。1つ目に基礎攻撃力が高いこと、2つ目にサブで会心が漏れること、3つ目にスキルで自身の元素ダメージを大幅に上げられることです。この3つがポイントとなっています。3つ目の効果は、条件によって元素ダメージが上昇するので、バンガンのように無条件でステータス上昇ができないのが若干使い勝手が悪く、常時バフをフルで受けられないのが難点ですが、彩香は比較的にバフをかけやすいので、かなり相性がいいと思っています。簡単に説明をすると、条件は3つです。1つ目に通常攻撃で元素ダメージを与えた時、2つ目に元素爆発を発動した時、3つ目に元素エネルギーが 100% 未満の時に8、16、28と上昇していきます。こちらは無凸の上昇値です。彩香はダッシュをするだけで通常攻撃が氷元素ダメージに変わりますので、1つ目の条件は常に発動しています。また2、3についても、彩香は元素爆発を中心に戦うキャラクターなので、高頻度で恩恵を受けられるのが特徴かなと思います。それでは具体的にキリギリ持ちの彩香はどのように立ち回ればいいかですが、まずダッシュによる氷元素をエンチャントして、ダッシュ後に起きる氷元素を敵に当てます。そうすることで彩香の氷元素ダメージがプラス 18% 上昇します。その後すぐに通常攻撃1段を敵に当てて元素爆発を打つことで、項目の2と3を一気に発動することができます。その後ダッシュを一度入れることで効果をリセットさせます。その後元素スキルから銃撃を行う立ち回りが一番火力が出るかなと思います。基本的にこの立ち回りを繰り返すようにしましょう。次に誰でも絶対に漏れる会心系の値についてを話していきたいと思います。原神において一番と言っていいほど大事なのが会心ダメージと会心率です。しかしここだけ注視しても攻撃力が低いとダメージが出ないので、攻撃力も高く設定する必要はあります。ここで今回の育成方針は、会心系と元素チャージ効率を彩香個人でたくさん持って、チームで攻撃力を補うのが今回の育成方針なので、まずは会心系の最低でも漏れる値を説明していきたいと思います。個人的にはキリギリ彩香の場合は、冠のメインステータスは会心率がいいと思いますので、会心率メインで話していきたいと思います。まず会心ダメージですが、生物は5個セットできるので、会心ダメージを全てサブステにつけるとします。
今回のサブステは最低値で計算をすると 5.4 かけることの5セットと、今回の武器のサブ効果は会心ダメージですので 44.1% と、キャラクターは初めから会心ダメージを 50% 持っています。また神里のレベル突破ボーナスは会心ダメージですので 38.4%、 こちらを全部足すと最低でも 159.5% は必ず盛ることができます。次に会心率ですが、先ほど言ったように生物は5個セットできます。先ほど冠のメインステータスは会心率にしましたので、花、羽、時計、杯のサブステータスに会心率を必ず付けたとします。今回のサブステも最低値で計算をしますと 2.7 かけることの4セットと、冠を会心率にしていますので 31.1%、 キャラの初期会心率は 5%、 氷元素2体構成による共鳴は会心率が 15% 上がりますので、合計で 61.9% は必ず盛ることができます。次に元素チャージ効率は、生物は5個セットできますので、全サブステータスに元素チャージ効率を必ずつけたとします。今回のサブステも最低値で計算をします。そうすると 4.5 かけることの5セットと、キャラは初めから元素チャージ効率を 100% 持っていますので、最低でも 122.5% 以上は盛れることになります。ここまでは生物のサブステータスをレベル20まで育ててない状態と、初期値のサブステに会心と会心率がついている前提で話しましたので、ここから生物の厳選次第でステータスがかなり上昇することから目標値について話していきたいと思います。ギリギリ彩香の会心系の目標値としては、会心ダメージは240、会心率は 90%、 元素チャージ効率は 140% がまずは目標値かなと思います。会心率は氷共鳴が入った数値ですので、実際は 75% が目標値です。元素チャージ効率に関しては最低でも 125% は欲しいです。140くらいあればスムーズに立ち回れると思います。元素チャージ効率 125% はサブステに必ず全ての部位に元素チャージ効率がつけば、最低でも 22.5% は必ず漏れますので、生物の中でも元素チャージ効率と会心系がついているものを選びましょう。これが厳選です。続いて目標値に近づけるための考え方は、目標値引くことの最低でも漏れる数値、割ることの各必要なサブセット数です。具体的に説明をすると、会心ダメージは240引くことの 159.5 割ることの5セットは 16.1 なので、会心ダメージのサブステが最低値で配置された時、レベルを上げて2回でも会心ダメージが 7.8 以上上がっても少し足りませんので、ここは初期値が高いものから始めるか4ステスタートにする必要があります。同様に会心率は90引くことの 61.9 割ることの4は 7.025 と出てきます。なので、会心率のサブステが最低値で廃止された時、レベルを上げて2回会心率が 3.9 以上上がれば、1つあたりの会心率は満足することになります。次に元素チャージ効率ですが、140引くことの 122.5 割ることの5セットは 3.5 と出てきます。なので、元素チャージ効率のサブステが最低値で廃止された時、レベルを上げてどの値でも1回以上元素チャージ効率が上がれば、1つあたりの元素チャージ効率は満足することになります。まとめる前に一度彩香の生物について話しますが、今回はシメ縄2セットと剣闘士2セットを使用しています。攻撃力 38% 構成になれば問題ありません。理由としては、キリキリで氷元素ダメージを大幅に上昇することができますので、攻撃力を上げることを意識しました。詳しい生物の詳細を紹介すると、まず花から冠までがこのようにランダムでつきます。ここからキリキリ彩香の場合、何がいいかを紹介すると、花と羽のメインは固定で、時計は攻撃力パーセント、杯は氷元素ダメージ、冠は会心率がいいと思います。サブで会心率、会心、攻撃力系、元素チャージ効率を厳選してください。さらに分かりやすく生物の育成方針も説明したいと思います。先ほど計算した内容を話しましたが、具体的に見える化をすると以下の表のようになります。花のサブステは会心が2回伸び、会心率が2回伸びしてくれるとベストです。羽も同じく会心が2回伸び、会心率が2回伸びしてくれるとベストです。時計は会心が2回伸び、会心率が2回伸びしてくれるとベストです。杯は会心が2回伸び、会心率が2回伸びしてくれるとベストです。冠に関しては会心ダメージが3回伸び、元素チャージ効率が1回伸びしてくれるとベストです。ポイントとしては冠の部分でどれだけ会心ダメージが漏れるかだと思っています。もし初期値が4ステだった場合は、会心系もしくは元素チャージ効率がさらに1回伸びると、いわゆる神捨てになりますので、ぜひ参考にしてください。理想ではありますが、リスナーさんの手持ちから今回紹介したように育成された生物を選んで構成してみてください。これが厳選になります。意識するだけで火力は変わります。
こんなところまでなかなか解説してくれる方はいないと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。続いて生物の詳細について説明をします。まず花はメインが HP 固定になっています。サブ効果は会心率、会心を盛ることができています。HP パーセントと防御力の部分が攻撃力と原茶であるとベストです。次に羽はメインが攻撃力実数値固定となっています。サブで会心率、会心ダメージ、攻撃力パーセントを盛ることができています。防御に元素チャージ効率があるとベストです。次に時計ですが、メインは攻撃力パーセントにしています。サブに会心、攻撃力実数値、元素チャージ効率をつけています。HP のところが会心率であるとベストです。次に杯のメインステータスは氷元素ダメージになっています。サブに会心率、会心ダメージ、攻撃力パーセントを上げています。ここは防御のところが元素チャージ効率であるとベストです。最後に冠ですが、ここは会心率をつけています。サブには元素チャージ効率と攻撃力パーセント、会心ダメージを上げています。防御のところが攻撃力実数値だとベストです。ポイントは必ずサブステに会心と会心率をつけることと、彩香の元素爆発は80の元素を使うので、元素チャージ効率も意識して厳選をしてみてください。最後に総合ステータスですが、着目してもらいたいのが攻撃力と会心率、会心、元素チャージ効率、氷元素ダメージです。攻撃力が2419、会心率が 73.4%、会心が 246.7%、元素チャージ効率は 111%、氷元素ダメージがギリギリ貫突の場合は最大で 144.6% を一人で盛ることができます。元素チャージ効率が低いので、この場合もう少し厳選は必要かと思います。ディオナを持っていると裏技ができます。前回動画で紹介していますので、概要欄の方を確認してみてください。神里彩香は氷元素キャラクターですので、他の氷元素と組み合わせて、氷2体構成にすることで、会心率をプラス 15% することができますので、実質 88.4% の会心率になります。かなりバランスの取れたステータスになっています。次にチーム紹介についてですが、彩香、モナ、カズハ、ディオナというチームになっています。ポイントはディオナを旧貴族にして全体的な火力を上げています。立ち回りとしては、まずディオナの元素スキルから元素爆発を使用します。ディオナが6突していると、チームの熟知が上がりますので、カズハのバフ効果が上昇します。さらに、ディオナの元素スキルは追尾しますので、必ず敵に当たり、氷付与がされますので、そこにカズハの氷拡散を行うことで、バフを必ずかけることができます。次に、モナの元素爆発、元素スキルを使用し、凍結を行い、ダメージアップも狙います。その後、キリギリ彩香のダッシュから通常攻撃1段を行い、元素爆発を使用して、元素スキルから銃撃を狙っていきます。2巡目からも同じ流れをしてみてください。それでは実践動画を見てみてください。命を捨てに来た。これでどうだ。もみちろ、散らまく惜しみ。ご視聴ありがとうございました。今後も原神などの動画を上げていきますので、参考になった方はチャンネル登録とグッドボタン、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。じゃあまたね、バイバイ。